ここはエーリニカ大学。その研究棟のエレベーターホールに立つ3人。来たぞ。ミコトちゃん、元気だった？との相手は脳神経科学の権威、伊丹教授。名称の由来をこちらに示します。エクデムスフォークスデリックイメージングシグナル、この頭文字を取って。後付けです。意味はありません。先によるセルフプレゼンテーションは続いていたけど、伊丹教授はここまで特に興味を示さず、それに嗅覚、味覚、触覚を加えた独自の 4DXRAI セクレタリーシステムについてお話しします。この特殊電磁波は AI ターミナルを介してこれにより錯覚へと導きます。エレクトロマグネティックウェブセドナンスの頭文字を取ったものです。飽きてきた。この後コーヒーブレイクです。わしゃいらん。教授もどうぞ。教授はコーヒーは飲みません。沈黙を守っていた伊丹教授、突然立ち上がり、向かった先は、藤波くんと言ったな。はい、こちらは当システムのテストデータです。片手に現物の、片手にバーチャルのスイーツを提供し、交互に食べてもらい、あの子バカっぽくてええな。今度連れてきますよ。頼む。 35% でリミッターをかけています。システムの暴走でそれが外れることはないのか？理論上ありえません。これは AGI かね？いえ、ナローです。次世代型で AGI で採用予定です。残念だな。五感、と言ったな藤波くん。はい、檻の中の熊ですかね。あれが教授のスタイルだ。これを最も明確にコントロールして別の信号を送る。この研究を15年以上続けているのだよ。アクション、ラピトエクスペンド。うちの藤波と一緒ですか？聞くな。仮想脳波と名付けた。睡眠と食行動の認知を欠損させたリモートラットを9頭用意し、3グループに分けた。ドブネズミか。ラットと言っておる。結果、どうなったと思うね、諸君。その状態で体調を正常に維持し、約100日間生きた。わかるか、何も食べないで、だ。オカルトですか？もっと踏み込むと、被験者の思考や行動をリモートで操ることも可能だ。続きが聞きたいか？先生、それは、その後研究員の一人が、ワークステーション内に解読不能なデータファイルを見つけた。自らに仮想脳波を送信し、ワークステーション内に意識を飛ばした。その研究員の脳裏に無数の電磁波の雨が降り注いだ。研究員の脳裏に見えたもの、無数の仮想脳波。話はここまでだ。ブレーンセンターの勝木くんに会っていきたまえ。電子化されてる。あの秘書の戸田システム化した。もともと君らと同業だ。スカウトしよう。お前がネックだ。わしもそう思う。着いたぞ。ここだ。うちはグローバル企業だぞ。お前らごとき潰すも吸収するも簡単だ。私には嫌いなものが3つある。何？ニューロファーマの脇坂です。ネクストのキャラで却下だ。薄暗い部屋、照明はダウンライト。サキがプレゼンを始めて、カ
発機センター長の濡れる大きな瞳。そこの CG、ここに来なさい。よくできてるわね。あなたはジェネラル、ナロー、どちらかしら。ナローです。もういいわ。あまり精度を上げると危険よ。気をつけなさい。承知しました。あなたも、わかった？はい。カツキ先生、いいな。どこがだ。あの魅力、わかんねえかよ。領収書くれ。宛名はいかがいたしますか？ニューロファーマ、だ。ここかよ。ナイトメアスタディはうちも絡んでいたんだ。昔のカツキ先生、この研究室の花だった。あの日まではな。教授の指示で装置をつけ、ワークステーションに侵入した。彼女の脳裏に不思議なものが映し出された。すでに遅かった。検出された彼女の脳波、ラットの仮想脳波に酷似していた。ええ、予想以上ね。引き続きお願いするわ。前教授を敵に回した伊丹教授。脇坂さんのニューロファーマも手を引き、研究費も凍結されて、医局員たちが反旗を翻し、教授の元を去って、それでも一人諦めることなく、教授は仮想脳波の研究を続け、そのプロトタイプの同定に成功。そしてある日、目覚めた彼女、感情が喪失しているみたいで、まるで別人のよう、以前の彼女ではありえない功績、教授はそれらに乗じて、外部からのヘッドハント。教授のコピー、まさにあんたの言った通りだ。食材なんだ。わしにとっては、あくまでビジネスとしてのベネフィットがあるかどうかです。わかっとる。ここで別れよう。また連絡する。おい。飲んだカップは、捨てるのがマナーだ。少しお待ちくださいね。やつとの連絡は取れてるか？ええ、問題ありません。今をもってネクストプロジェクトの凍結は解除だ。プロジェクトのコードネームを思いついた。なんだ？ラショナリー、インテレクチュアリー、オムニディレクショナル、リオ、だ。開発再開にあたって、正式なプロジェクト名を考案した。て、いつものやつ。聞くな。R、I、O。リオ、だ。バーチャルフィジカリービジュアルフィール。外勤に来てます。我々はこの夢の AI セクレタリーシステムの実現に向けて、翔太郎。なんだ。リオのイメージだが、これに変更しよう。なんだよその変な耳。ゴーツ。そう。変な。始めるぞ。メインフレーム。サインインだ。おったい店で。お前の名は？リオです。では計画通りだな。